皆さんこんにちは。キングオブキングス第6戦の収録へ来ています。本日解説にお迎えしたのが江崎康彦選手、そしてキングオブキングス評論家生田修一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、江崎選手のホームショップスマイルというお店に来させていただいております。ここで少しお店のご紹介をしたいと思います。スマイルはですね、滋賀県蒲生郡日野町のアイランドビル1階に、お店がありまして、スマイルという名前の通り笑顔あふれるお店が特徴となっております。ジャパンプロを多く抱えるお店でもありまして、日々ダーツの練習が盛んに行われております。営業時間が19時から25時、定休日が毎週水曜日で、ダーツライブ2が2台と D1 が1台設置店となっております。江崎選手、お店のご紹介、江崎選手からも。はい、僕のホームショップスマイルは、今紹介ありました通り、緊張してる。営業時間が、夜の7時から、深夜の1時まで、定休日が水曜日となっております。ジャパンプロも、6人所属していて、6人ですね。誰、名前あげましょう。江崎さん、池本さん、田中さん、大杉さん、松田さん、大木さん。あ、なるほど。全部で6名です。6名で、場所なんですけども、滋賀でもかなり田舎の方なんで、なかなかアクセス悪いかもしれないですけども、皆さん、ぜひ来てください。違うな。ハウスとかもありますね。そうですね、今月は27日恒例のハウスやってます。来年になりますけども、1月の11日に、11周年のハウスも予定してますので。1月11日に11周年。はい、1並びで11周年で1日なんだ。何かやりますか？やります。あ、やるみたい。ぜひ皆さんお越しください。お越しください。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。それでは早速、11月29日に行われましたキングオブキングス第6戦の試合を見ていきたいと思います。それでは江崎選手、 VTR の振りを面白くお願いします。そうですね、どうしようかな。お互いの意地と意地がぶつかった最高なゲームでした。それでは VTR どうぞ。はい、キングオブキング2015第6戦はですね、当日9位の江崎選手と、年間ランキングで2位やった吉崎和也選手ですねのカードになりました。吉崎選手は2回目の決勝戦、3回目の決勝戦かな。え、2回目じゃないか。2回優勝してた。3回目の決勝戦ですね。これで3回目の決勝戦で、江崎選手は初めての決勝戦、そして吉崎選手は今年は決勝に上がってくると必ず優勝してるんですよっていう、このデータがね出てますけども、初めての決勝戦どうでした？いやー、そうですね、最初ちょっと硬かったかなと思うんですけど、まあ、いつも通り投げることだけ心がけてやってました。ああ、なるほど。これどう見ますか、伊藤さん。これロビンでも実は同じ、2人とも同じロビン組。あ、そうですね。そうですね、朝の一発目が吉崎選手でしたね。あ、辛いな。今日2回目の対戦でもロビンでは勝ってる、素晴らしいな。さあ、先行が江崎選手、この日はセパレートブルーの、モードでの試合となっておりますので、みんな20トリプルを狙っていきます。ブルーのアウターが25点、真ん中の黒い部分が50点というルールですね。これ緊張感どの辺でほぐれてくるというか、なんで白パンじゃないですか。白パンはジャパン限定なんで。あ、ジャパン限定なんで。ジャパンカラー。
白パン、え、そのラッキーカラーみたいなの。いや、そういう意味じゃないんですけど、まあ、勝負カラーとして。あ、なるほど。ワール H、 ここで H ね、これちょっとほぐれたんじゃないですかね。そう、やっぱりどうなんかな、180出るとちょっとほぐれる。まあ、そうですね、180やっぱちょっと安心しちゃいますね。うーん、次が大事なんですけどね。うわ、帰ってきた、ワール H。 本当にナインマーク返し上手なの。そう、強いんだよ。江崎選手、身長どれぐらいあります？身長181センチです。もうこれ、これなんですよね。こもうずっともう見てきて優勝してる。まあ吉崎選手が1戦目優勝しました。で、2戦目が川口選手、正志選手ね。で、3戦目がまた吉崎選手なんですよ。で、4戦目が京都ガーデンの藤原哲也選手で、5戦目が川口浩平選手。みんな背でかい、一人だけ横にでかいですけど5戦目の人はでかくないと優勝できないルールみたいな。今年はもうなんかそういうね。なるほどね。はい、最近ちょっとね。じゃ来年はガリガリブームとか。そう、ガリガリチビンコブームかね。はい。さあ、先にテンパイ出したのが141江崎選手。これもダーツあるあるかな。ビッグプレーした後、なんかでも言ってたんですよ。緩くなる。いや、そうそう、緩くなる。141、僕あの情報ではちょっとアレンジの計算得意だっていう。まあ、そうですね、アレンジはゼロ番の中で一番大事かなと思ってるんで。なるほど、計算早いな。計算早いんだ。俺も予備位置教えてもらったもん。これ7取り狙った？いや、5なんです。5なんです。これ最近スタンダードからカイト型に。ああ、そうですね、アストラシェイプですね。2回目は何か理由があった？いや、もう投げてて気持ちいいなと思ったね、それ以来ですね。先輩やからこれにしたわけじゃなくて。いや、関係なくもう思ったね。原価継ぎ的な、この時にやっぱ自分がちょこっといい結果出るんで。あ、なるほどね。で、はい、一発、これ6ラウンド1本目すごくない？強いですね、ナイスダーツ。これすごいぜ。背の面会ってやっぱトップが有利だな。あんま関係ないと思うんですけどね。出た評論家情報背がちっちゃいとサンダブ得意みたいになってた。あ、そうそうそう。あ、なるほど。まあ目線っすかね。そうそうそう、僕の目線サンダブなんだ。175以上はトップ好きみたいな初めて聞きましたね。メッセージ情報だよね。こうクリケットもすごいな。結構江崎選手練習好きですもんね。そうですね、毎日投げてますね。いいっすよね、この変わらへんルーティーンみたいな。ちょんちょんと出して投げる。まあ五郎丸じゃないですけどね、うん、忍者忍者ルーティーン。これ江崎選手はもう、こうロビン、まあ名前挙げると吉崎選手と新野選手、村上選手、鵜飼選手で、トーナメントは小島良太選手、長尾選手、川口選手。ちょっとこれしんどいぜっていう試合ありました？しんどい試合、そうですね、やっぱ準決勝川口雅史選手ですね。あ、川口雅史、何かランキングも1位ですからね。後ろでなんか腕組んで見てますけども。偉そうにしてますね。その横で俺長尾に肩抱かれてますけど。愛しちゃってるじゃないですか。あれちょっと命令されてたんですよね。盛り上げろよ盛り上げろよって。まあ、この後盛り上げすぎて怒られるんで。これ川口選手やっぱでも1位とか意識するんですか？いや、投げ取る時はもう全然意識はしてなかったんですけど、うん、多分お互いが負けたくないっていうのが強く出て。でこの日川口選手はもうロビンを抜けた時点で年間チャンピオン確定してるんですけども、すごいですね。吉崎選手もでも2回優勝してるし、ロビンはでも調子悪かったよね。
曜日に、ね、そうですね、あんま入ってないなって思ってましたね。あ、まさか決勝まで来るとはみたいな。そうそう、決勝トーナメントに入り出してからこのまま行ったら俺多分優勝できますみたいなこといきなり言い出して、本当に決勝まで来たのよくわかる。ほら、ハッと出た。江崎選手もお酒飲んで投げる方？そうですね、もうこれ以上飲めんくらいまで飲みますね。すごいよな。あ、あ、でもまだチャンスないですね。より多くブルに入れたいですね。インブルいいな。お、ブルーも。おー、惜しい。入ってない。狙えてるね。まあ、でもダーツあるあるって言ったらあれ3本目外れてるからね。あるある。インナーインナーの後はダーツ外れる。外れる。まあ、でもあるある返し。ブルーにも入らない時あります。それは練習でなんとかなります。あ、なるほど。カバーで。これはでも、これはでもワンチャン、ワンチャンだよね。来ましたね。ワンチャン来たね。来た。これやっぱもうカット狙い、もう全部いくつもりでやりましたね。はいはいはい、入る、開くんじゃないこれ。入る。おー、笑っとる自分でマジか言うて、マジかって自分で言ったもんね。出ましたね。惜しい。シングル。これもビットか。惜しいな。ナイストライ。これもビットか。でもこういう状況でも吉崎選手ももう一本トリプル必要。強い。強いな。なんだよ。セブン出すもんな。むしろセブンじゃないとっていうとこですもんね、今のね。すごいな。これすごいな。なんか激しい試合が予想されそうですけど、なんかダーツあるあるあります？僕ですか、はい、ダーツあるある、ダーツあるある、あ、後半に考えときます。あ、じゃあ終わってからか終わりがけに聞きましょうか。忘れないっすよ。はい、セブン。これ20トリプルというか、こうセパレートで試合を進めていってクリケットこう入った時に20打つじゃないですか、はい、やっぱりブル打ってる時よりも感触よく投げれそうなとかある？いや、関係ないですね、それは。必死で入れに行ってるだけです。あ、なるほどね。これでもこの前のジャパンの広島で入れ替え戦まで行ってますからね。そうですね、初めて。これは勢いあるぜ。よいしょ。あ、変な、変なの出ました。変なの出ましたね。ピエになってましたね。でもこれすごいな。たまに出るよね。そうですね、なんかあれがなくなればもっといいかなと思うんですけど。あ、来た。おカットなんだ、カットなんだ。カットかな。これもカットからかな。決めるね。はいはい。あ、変なことやった。ラッキー。すごいナイスナイス。ラッキー。ガッツポーズ。カッチョブ。でもヨッシーも集中してるな。ちょっと顔つき違いますね。うん、全然その、おお、素晴らしい。溶かしてくるんだよな。ロビンでも返されたもん、ナインバーか。あ、ロビン当たったっすか。ロビン、一緒のロビンだった。江崎君だけ当たらなかったんですけど。あ、そうだ、うん、ラッキーでしたね。まあラッキーだったけど、まあそれ以上にスタッツがもう最下位だったから、止めないからね。一戦目終わった後 4.5 で100%1-0 の 4.5 やったやつ。恥ずかしいったらあれやしない。あ、ちょっと気持ち悪い感じかな。うん、外すやつ
か、ここだよね、ビッグプレーの後、あるあるだね、でもすごい、うまいな。16は得意、まあ僕別に得意ナンバーとかはないんで、全部一緒です、ここ4号決まった、熱い、バーン、惜しいな。でも15は結構得意だ。そうですね、15はちょっと苦手感はありますね。背の世界した さっき入れてる15でも5、ちょっと点たら6点、11点たら、おお一発ブル、おインブル、うめえ、上手上手、乗ってるね、乗ってますねこれ、完全に乗ってるね。キングオブキング史上一番いい試合なのかもしれない。そう、今年一番いい試合だったですからね、決勝。さあセパレート01に戻ってきましたけど、ここどうすか、もう2個取って高校、いやもうこれはもうブレイクする気満々です。なるほど、でも吉崎選手追い込まれてますからね、何としても取らないと。吉崎と江崎みたいな、ナイス。だってこう投げてる裏でヨッシーはあの0番強いわーってずーっとぶつぶつ言ってたから、多分イメージ的にも相当嫌やったはず。このレグで負けたらどうしようかな、半端なかった、まあ、1本目がよう入ってたなっていうイメージがあったんで、それがちょっと自分も楽になってましたね。そうやな、1本目入ったら気持ちよくいけるもんね。すごいよこれ、いい打ち合いじゃね。ほら、入んだよ。これ見てみな。おー、140で一足ぐらいの。まあそうですね、140がファットボールのハットトリックと考えてるんで。すごいね。おー、返すね、140、でも361、あと3ラウンドかな、かかるよね。集中してるね。お、それちゃった。おっと、これどういう心境？これはちょっと、ああやっちゃったなって感じはしましたね。ああなるほど、まあ、これで点差なくなっちゃったんで、今の走れたらでもっと余裕が出たっすね。ちょっと嫌な感じかな。あ、ちょっと崩れてきたんじゃね。ここでも180でも上がり目ないよね。ないですね。でも180欲しいもんね。欲しいですね、いつでも欲しいですね、いつでも欲しい。ほら140、ナイスハットってやつ。これナイスハットってやつ、140でナイスハット。もう長尾がずっと俺の肩をそろそろ怒られるタイミングぐらい。怒られる、怒られた。じゃあ川口ちょっと顔が、そう、ちょっとすんだよ。おお、ちょっと途中の45点とか悔やまれますよね。ですね。さあここ上がりも出したい。
うわー、強えなー、強えなー。でもここで6ラウンド回ってきたから1レグ目の0は相当やばいよ。相当入ってますね。相当入ってるよね。さあ171上がり目あるけども、115どこから？20から60から60からじゃないかな。57かな。57行ってますね。はい、57いって、あ、ちょっと今迷った感じ出たかった。はい、これもう勝利の、もうちょっと気持ちが先に行っちゃったんですね。決めたら感出たな。入って初優勝感。ここ171やから画前有利って言うんだけどね。そうですね、もう絶対回ってくると思ってますね。でも60、おお、ポン、いやー、ガッツポーズ返し。ガッツポーズ珍しい。珍しい。ナイスダッツ。いやー素晴らしい。レグカウント2対2、これすごいね。67って、いや先行で37、まあ、上げた僕が悪いですね。いやすごいぞ。これも高校としたらどっち取るか決めてた、まあ、完全にもう1日0-1いくつもりでいったんで。すげえな、0-1か。え、他のレグったやつも自分でチョイスするやつは0-1選んで。全部0-1ですね。へえ。あ、この川口選手のやつはここから0-1ですね。はあ、すごいな。あ、取った。先行かな。先行。どっちだろう。出た、クリケット。さあ、この最終レイクでね、最初が大事、最初大事よ、これ。後ろのニャンクモさんはまだゲームに入れてないってね、審判の初めてようやく座った。いやー素晴らしいな。ワンリーイッチ。もう長尾が肩を抱くから。ん、ちょっと下についてんな。いやでも5。さあこれ決まったら馬で行ったろかなって思ってる。思ってる。入る。おうおうおう。これは力み抜け。いや力みですね。これ力みか。いやでもトンパチでかいよ。こっからヨッシーもナインマークとかあるからな。惜しい。惜しいなー。あー、ナイスロック。あわやないんだよ。来てますね。30点。その差30点。ほぼ30点。あら、一発。あ、プッシュしないんだ。まあ、17はワンマークついてるんでね。あ、なるほど。取りに行く。入るよねー。やばいぜ。947。でも負けてない吉崎選手。ああ、いい入り方。おお、いい試合だよね。この非陣地通して9マーク何回出してんやろうな。結構出てるな。すごい返す。プッシュ、プッシュ、ああ絶対プッシュ。なるほど。シングルでもワンチャン消えるんでね。ああはあはあはあ、なるほど。必要ないですね。カットトライしたら逆に外したら、外したら相手のワンチャンなんで、うん、あるもんね、馬あるもんね。
理論は分かってんだけどね、腕がついてこない。ここもう一発欲しいな。ベッド、でも吉崎選手の心境からするともうここまで来たら20トリプルだいぶ鬱陶しいよね。うん、やっぱクリケの20トリって有利やもんな。ですね、いかにトライさせないように、そうだね、守りつつ攻めれたら一番強いな。ここも一発カットあるね。惜しい、はい、60。おお、強よく60入ってるよね。入ってますね。ずっと入ってたこの日。もうクリケット、クリケット強い、ね、クリケットほぼ5。いや入ってたんですかね。クリケットもあるんでね、60ばっかりってわけじゃないですけど。なるほど、これでも有利。4号切ってブルブル。2レグ目、3レグ目の時と一緒かな。2レグ目か。全力カット、ね、全段カットですね。はいはい、これはブル、ここもブルでしょ。バインブル、これされると心折れるなすげえな。ブルはの代わりにブラック、すごい試合だな。いやー素晴らしい、いい試合だな。ナイスダーツですね。ナイスダーツでした。素晴らしい、すごい、 いや、いい戦いですね。はい、見事優勝したのは江崎康彦選手でした。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、初優勝、今の気持ちは。そうですね、まあ今年もっと優勝したいと思って臨んだシーズンやったんですけど、まあ、かろうじて最後1個取れてよかったなと思ってます。一番いい時で、ベスト8止まりですね。大体8だね、8だ。4位なしです。すごい、最後に復活、ノリに乗っていきましたけども。さあ、それでは最終ランキングを見ていきましょう。ガン、はい、見てください。年間チャンピオンに見事輝いたのは川口雅選手、強かったね。決勝が 1,2,3 回、ベスト4が3回、255ポイント。そして吉崎選手、吉崎選手も2回優勝。そして江崎康彦選手が3位。上がってきたな。僕の来ましたね、最後。うん、上がってきたな。そして大久保選手、これも強かったね。強かったですよね、大久保選手、ね、これは三重の人ですよね。三重ですね。で、大久保選手、あと日原選手、で横田選手が下にちょっとつけてる感じですけど、横田選手、あんまり覚醒感ですね、今年一回準優勝してる。そうですね、横田選手の印象はどうでした、ジャパンプロで。そうですね、最近ちょっとたるんでるんじゃないかな練習してくれよ。たるんでるそうです。そして吉井豪輝選手、吉井豪輝選手も、まあほぼこっち側ですよね。そうですね、彦根の方なんで。吉井豪輝選手はダーツしたことは何回かある。まあ何回か。印象は、まあすごい上手に投げるなと。そして大和武、大和武は、前回のアワードのチャンピオン、ベロベロチャンピオンそしてここで入ってきました田中大輝選手。田中大輝選手もスマイルですね。出たスマイル。な、印象は？
勝はまだこれからの選手じゃないかなとまだ思ってます。あ、なるほど。そして菅村強い選手、これも強い実力者ですね。そして川口浩平選手も1回第5戦で見事優勝。優勝だけやろ、優勝だけやろ。そして北岡園選手、北岡園選手は1個だけ5戦で0ついてるけど、ここを気にしないでコンスタントにロビンを抜けて戦ってきたと。そうですね、安定感は。そして2年連続年間チャンピオンだった長尾選手がまさかの13位。これはたるんでますね。これもたるんでる。たるんでますね。これもたるんでるそうです。最後2戦はね、8まで上がってるのかな。ちょっと戻したかも、うん、ですね、後半。そして2位の拓也選手。いや、こいつはすごい。頑張ってましたね、今シーズン初で。2位の拓也がアマチュアでようやく入ってきた。でも20取り上手やもんね。なんか本人もセパの方が好きやとは言ってました。そして石川選手で、村井康介選手。村井選手は3戦出てないので、半分でこの位置というところまでなんですけどもね、いかがでしょう。これアワードこの先ありますけども、なんか誰行くんじゃねみたいな。まあ、やっぱりランキング見る通り川口選手が筆頭じゃないかなと。川口選手が行くと年間チャンピオンじゃないわ、アワード2連覇になりますからね。アワード2連覇はもう今のところないですから。初代小石幸、2代目山本達也で、3代目がそう。いや、いい試合。まあ、ダーツあるあるありますよ、ね。来た。ここで来ましたか。なんかダーツあるある。ダーツあるあるですか。はい、そうですね。レーティングが上がると、勝手に周りが敬語を使い出す。あ、そう。あるか。あ、そう。それまでタメ口やったやつ。それまでタメ口やったやつが急になんか敬語になる。そうなの。それいいね。ね。いいですか、これ。いやいや、なんかちょっとこう新しい、こいつのことバカにしてるわっていうやつがうまくなりゃいいから、そういうことですね。あれ、練習してください。ダーツうまかったら楽しいですから、ぜひね、皆さんまた来年また予定が決まりましたら、Facebook に公開しますんで、また来年年間目指して頑張りましょうということで、この、上位16名が12月27日にアールズストアにて、キングオブキングスアワードというもう一つの称号をかけて、16名の選手が一発ノックアウトのトーナメントで戦っていきます。この選手、まあちょっと欠場の方とかもおられるかと思いますので、順位、入れ替わったりしますけども、また16名決まりましたら Facebook でアップしますのでお楽しみに。そしてこの日、また入場料無料でやっておりますので、と無料だと思いますので、ぜひ応援しに来てあげてください。何かいいことあるかもということで、見事優勝おめでとうございました。ありがとうございま す。それでは縁も竹馬なんだけど、じゃあ総理評論家になる総括。総括、今年1年、まあ、キングオブキングスご参加いただいた選手の皆さん、またこの動画を掘りずに、KOK ニュース含めずっとご覧いただいたファンの皆様、本当に1年間ありがとうございました。まあ、来年もまた新しいシーズンが続いていって、まあ、この番組自体ももうちょっと面白く楽しくさらに見ていただけるようにしていければなと思いますし、また滋賀県からジャパンに通用するような強い選手が出てくれるために、まあ、この会が行っていければいいかなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは全国のじゃあ最後いきましょうか。あ、じゃあ全国の、はい、はい、お願いします。じゃあ今年最後なんで、はい、ビシッといきましょうかね。はい、安藤美希入れますよね。それ初めて言われましたね。はい、安藤美希の皆さん、違う、全国のダーツファンの皆さん、あれなら。